愛知環状鉄道、通称愛環。愛環の駅放送は2種類あって、後姿放送と同じ声優さんを起用している放送と、オリジナルの詳細型放送があります。このオリジナルの詳細型放送の英語放送がちょっとユニークなんです。早速聞いてみましょう。まもなく2番線に岡崎行きが到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は2両編成です。 The train bound for 岡崎 will arrive shortly on track 2. Please stand behind the yellow line. The train is 2 cars long. 日本語放送と同じ声優さんに英語放送も依頼しているのです。声優さんもかなり頑張ってはいますが、違う音になっているところ、本来あるはずの音が消滅しているところ、音がつながるところがつながっていないなど、慣れていない英語を無理して読んでいる感じが拭えません。それでは最後に英語っぽく読んだ模範例を聞いていただきます。 The train bound for 岡崎will arrive shortly on track 2. Please stand behind the yellow line. The train is 2 cars long.